よし、始めようか。何を？じゃあ皆さん、ここにロープを作ったので、猿みたいに手だけでこのロープを渡るロボットを作りましょう。え、こんなの無理でしょ。できました。これです。どうですか？え、教えて教えて。お、すごい。テナガザルですね。こんな感じで、パーツを組み合わせて、テナガザルロボットを作りました。名付けてロボモンキーです。このロボモンキーは、こんな感じで、モーターで手を回すことで動きます。右手と左手は、重ならないように180度、回転のタイミングをずらしています。ロープを渡るので、地面に置いても進みません。腕をリンク機構にすることでうまく、工夫ができていますね。ところで、リンク機構にはかなり、たくさんの種類があり、工夫次第でとても面白い、動きを実現することができます。例えばこのリンク機構は、回転運動を往復運動に変換する、クランク機構という機構です。これはわかりやすい一つの例ですが、こういうリンク機構をロボットに組み込むことで面白い動きがたくさん作れますね。さて、それではロボモンキーで本当にロープは渡れるのか、試してみましょう。ロープを作りました。では行こう。動き始めました。ゆっくりですが着実に前に進んでいます。すごい。頑張れ、もうすぐゴールだ。ゴール。どうでしょうか？しっかりとロープを渡ることができましたね。モーターの回転スピードを上げれば、進むスピードも速くなります。おっと失敗、立て直すことはできるか？こういう、失敗も含めて、ロボットは面白いですね。では、ロボモンキーの腕に注目してみましょう。腕の視点から、回転部との接続部分までの幅を短くするとどうなるでしょうか。約半分の長さにしてみました。すると腕の角度が変わりましたね。右腕も同様に変更します。変更後のロボモンキーの腕は青くしてみました。この状態で動かしてみます。そうです。両腕の距離が約2倍になりました。つまり、回転スピードは同じなのに、1回に進む幅が約2倍になります。これにより、視点と接続部分までの距離と、1回で進む幅を比で表すことができますね。このままでは手を開いた状態の時、右腕と左腕の高さが変わるので、回転部分の位置も少し調整しました。こんな感じに、ちょっとした部分をいじるだけで動き方が変わって面白いです。手を大きく動かして進んでいますね。モーターの回転をリンク機構でうまく手を動かす動作に変換できました。一つの回転運動だけでも工夫次第でいろいろな動きに変換して面白いものがたくさん作れます。どうですか、コージ先生。素晴らしい。ということで、こんな感じでね、今のロボモンキーや他にもいろんなロボットをね、実際に自分で作って動かしてみたり、プログラミングを楽しみながら学びたいっていう人は、ヒューマンアカデミーロボット教室っていうのがあります。コースが主に4つあって、最初は基本的な仕組みがわかるコース、最後のコースはプログラミングを使って自律的な賢いロボットまで作ります。かなりたくさんのロボットが作れるので、私も勉強したいです。じゃあね、概要欄にリンクを貼っていますので、興味がある人はぜひ。では。